今の声、何があったの？そう、ヤマトだよね。なんかただことじゃなさそうだけど。すごい叫び声だった。もしかして何かに襲われたとか。足音は下に向かったな。追いかけよう。お前、こんな時間に人騒がせなんだよ。人がせっかく熟睡してたってのに。外にいると危ないよ。早く戻ろう。おい、聞いているのかヤマト。何かあったのなら話を聞く。まずは部屋に入れ。ヤマト君、どうしたの？俺が。俺が殺した。あ、ベニウリさん、離れて。ちょっと、今度はどういうこと？なんであいつが化け物になっちゃうわけ？
今の…うわ…お怪我はありませんでしたか？お前、うさぎちゃん、今の見てたの？これはどういうこと？ベニユリさん、落ち着いて。ヤマトさんは、ヤマトさんの魂は絶望に染まってしまったんです。どういう意味？ご説明します。この館を不思議だとは思いませんでしたか？今まで生活していた場所とはまるっきり違う、どこか遠い世界に来てしまったような感覚になったことは。そりゃあるに決まってるでしょ。そっちが勝手に連れてきたんだから。説明するというなら端的にお願いしたいね。わかりました。では、率直にお話しします。うつしおと常世の間には、死者の魂が通る場所があります。生死の狭間というべきでしょうか。皆さんが今いるこの場所は、その狭間の世界なんです。こんな時に冗談は良くないよ。そうそう。それか、もし本気で言ってるならちょっと危ないね。格好からして普通だとは思ってなかったけど。まあ、とりあえず話を聞こう。ウサギ、もし君の言葉が事実だとして、ここが生死の狭間だとすると、僕らは一度死んだことになるんじゃないか。正確に言うと、皆さんはまだ生き返る可能性があります。
ここは聖者の行く道ではあるものの、死にはまだ到達していない場所。あなたたちは死にかけているだけなんです。そんな馬鹿げたことを信じられると思う？私の言い分が信じられなくても、ご自身で見たものなら信じられるのではありませんか？化け物のことかな。あれは一体何なの？影みたいな、怪物みたいな。ヤマトさんが変貌したのをご覧になったでしょう。あの化け物は元は人間なんです。普通なら、人は亡くなり、狭間へと行き着いた時に記憶をなくします。そしてそのまま時間を経る中で、顔を失い、肉体も失い、何も身につけていない魂となって、あの世へと旅立つんです。けれど、うつしおへの執着が強い人や、途中何かの拍子に記憶を取り戻した人は、この空間から出られなくなって、果ても見えず変化もない悠久の時を過ごす中で、疲弊し、絶望し、化け物へと醜く姿を変え、健やかなあの世とは真逆の行き先、奈落と呼ばれるところへと向かってしまうんです。奈落？希望を失った魂が化け物になり、その行く末が深い闇の世界、奈落なのです。でもさ、記憶を取り戻すと、ここから出られなくなるってことは、記憶は取り戻しちゃいけないってこと？それは何とも言えません。確かに、あの世へと旅立ちたいのなら、この世での因果を捨て、報いにならなければいけません。ここは、人を生まれ変わらせるための忘却の力が働く空間。何もしなければ、うつしおの何倍もの速さで、記憶は消えるでしょう。ただ、生き返りたいのであれば、うつしおへの執着が必要です。記憶が必要なんです。でも、魂とかって実感なくて、旅立つとか、とどまるとか、そんな世界があるなんて。魂は、少なからず、ここでは目に見えますよ。蝶のようなものを何度か目にされているはずです。あれは、正しくは蝶ではなく、魂を構成する粒子のようなもので。白いものは人々をあの世へと導き、
黒いものは奈落へと誘おうとしているんです。じゃあ部屋に白い蝶が多いのは、あなたたちをあの世へ旅立たせようとしてるからです。化け物の近くに黒い蝶がいるのは、あなたたちを奈落へ連れて行こうとしているからです。じゃあさ、館の主って何者？結局、俺らに何させたいわけ？主様は、主様は、この世界を作った方です。今は、訳あって、万華鏡の完成を望んでおられます。万華鏡は持ち主の願いを叶える呪具らしいのですが、大昔に壊れ、中の欠片がチリジリになってしまい、気の遠くなるような時間をかけて修復してきたんです。それももう完成に近づいていて、主様はご自身の悲願が成就した際には万華鏡の力を使い、あなた方の願いを聞き入れるつもりです。じゃあ僕たちは館の主に閉じ込められてるんじゃなくて、ただ流れ着いただけです。皆さんを閉じ込めようとしている者はいません。館の外は虚無、流れに逆らい現実に戻りたいのなら、万華鏡の欠片を集めるしか方法はありません。でも欠片を集めるには化け物を殺さなきゃいけなくて、化け物はもともと人間だったんだよね。はい、正確には消失ですが、ヤマト君も殺さなきゃいけないの？彼が欠片を拾ったのであれば、ヤマトはともかく、他は面をしているだけマシかもしれないな。顔が見えている相手をやるのは心が痛む。日影くん、そういう問題じゃないよ。さっきもお話ししたように、彼らは記憶と同時に顔を失っています。
その事実を認められないのか、館に飾られていた面で顔を隠していますが。いずれにせよ、すでに奈落へと向かっている者、救いようはありません。でも結局生き返るには化け物を倒してかけら集めろってことだよね。だったらどっちみちやらなくちゃいけないことは変わんないじゃん。本当に元の生活に戻れるかも怪しいし。ここは、うつしおの常識を超越した世界。意志や記憶、強い思念がそのまま形になります。生き返りたいと願うなら、どうかその気持ちを武器に戦ってください。そして、散らばってしまった欠片を集め、万華鏡を完成させてください。それが、私が教えできる、唯一の道です。あいつの言葉を信じるなら、俺たち、一回死んだってことになるね。信じがたい話だけど、心のどこかで認めてる自分もいるんだよね。私たち、どうして死んじゃったんだろう。事故？病気？さあ、僕らはそこまで記憶を取り戻せていないからね。どうした？
さっき館の主からメールが送られてきて、ヤマト君の写った写真なんだけど。どうしてベニユリさんにヤマト君の写真が送られてくるの？てか主様って性格最悪。人の頭ひっかき回すためにやってるとしか思えないし。その写真、もしかしてヤマトがこうなったのと関係があるのか。ちょっと見せてほしいんだけど。うん、でも、あの、なぜためらう？何か隠しているのか？うん、そういうんじゃないんだけど。ねえ、ヒカゲ君は記憶を取り戻して現実に戻りたい？当然だ。そのためにこれまで力を尽くしてきたんだろう。この写真なんだけど。これは日陰くんと大和くん、かなり昔のものみたいだけど。一緒に写ってるってことは、知り合いだったとか？っていうか、同じ服着てない？日陰くん、見覚えあったりする？見覚えというか、これは。どうしたの？大丈夫？ああ、問題ない。少し頭痛がしただけだ。その写真に見覚えがある。え？幼い頃に近くの運動場で撮られた一枚だ。僕はヤマトの双子の弟だ。うっそ、双子？その割に全然似てないじゃん。顔も性格も正反対っていうか。二人がそんな近しい関係だったなんて。
でもさ、兄弟揃ってここにいるってことは、同時になんかあって、一緒に死んだってこと？それは、どうだったかな。ヤマト君は、弟が入院してるって教えてくれたよ。病院で何かあったのかな？入院か。無理に思い出そうとしない方がいいよ。時間だけはたっぷりあるんだから、焦らなくていい。けど。大事なことなら自然と思い出せるんじゃないかな。少しずつでいいと思うよ。ね。そうだな。これ以上はやめておこう。ああ、なんか疲れたな。結局、あいつらの言い分に振り回されてるし、ヤマトは化け物になって、どっか行っちゃったし。ヤマト君、化け物になったら救いようがないって、ウサギちゃん言ってたけど。それぞれ考えたいこともあるだろうし、とにかく今日は休もうか。一晩寝て気持ちを落ち着かせよう。それがいいよね。じゃあ、僕は先に失礼するよ。おやすみ。何か？そうだ、写真、二人で写ってる写真、携帯に送ろうか？いつでも見られる方がいいよね。君、気づいていないのか？以前、鍵派と試したけど、携帯は個人間では使えない。これも思念の力っていうのでできてるのかな。携帯の体を成してるけど、受信機のような役割しかないみたい。しかも県外だし。心配しなくていい。僕は大丈夫だから。